詐欺の疑いで逮捕されたのは津市相生町の自治会長田辺哲司容疑者と津市の塗装業増田博和容疑者です。警察によりますと2人は2017年12月相生町自治会の掲示板の設置工事をめぐり津市に嘘の申請をして設置費用の補助金13万円を津市職員から銀行口座に振り込ませ騙し取った疑いです。警察は2人の認否を明らかにしていません。この問題では津市議会が百条委員会を設置しゴミ集積所や防犯灯の設置をめぐる補助金の交付についても調査しています。